はい、こんにちは、こんばんは、勇者です。いつもありがとうございます。見ていただいた通り、忍者龍剣伝でございます。ファミコンのソフトですね。はい。まあ、やりながらちょっと話していきます。生放送で実はやりまして、まあ、相当難しいゲームです。まあ、難しいと言って有名なゲームですね。鬼畜難易度と言われるやつです。で、魔界村とかと並んで、難しいゲームの代表格。はい、難しかったです。で、生放送の方では一応クリアすることができました。ただ、ちょっと動画的に、まあ一応アップはして、しようと思ってるんですけど、動画的にね、途中で、ちょうどいいところで、ボス戦のところで止まっちゃって、で、そこが微妙なんです。カットされちゃってるようなイメージで。なので、まあ、せっかくなんで、動画でも作ろうかなと思って、今、プレイやり直してます。神プレイではございません。ただ、クリアをするのを見せます。はい。で、一面ずつカットしていこうと思います。クリアするだけならね、濃紺はね、さすがにきつい。濃紺は多分さすがに厳しいので、もうクリアするだけになりますけどね。はい。よし。まあ一面クリア。もう一面はサクッとクリアです。奴らは一体何者なんだ？俺を狙っているのは確からしいが。結構ね、ちゃんとストーリーがあるんですよ。まあ読まないですけど、実況それほどしないですけど、まあ、最初のオープニングで親父が殺されましたよね。決闘して父親が殺されて、でもわけわかんないです。カオスな展開で、第2章へ進むと。はい。とか捕まってるな。第2章も続けていきましょうかね。はい。さすがに、ちょっと10分ぐらいで1つ切りたいので、まあ、1、2、3、4、で、5、1、2まとめて、で、3、4まとめて、で、5まとめて、最後6いきましょうかね。6章まであります。はい。まあ、ストーリーはね、この部分結構、ファミコンではね、斬新だと思うんですよ。なんて言うんでしょう。ムービー調と言いますか。なんかあんまりなかった感じですよね。はい、2面いきます。いきなり2面が割と積む方が多いらしいです。2面、4面あたりが肝になる方が割と多いらしい。まあ、あんまり感じなかったですけどね。そんなに。まあ、こういういやらしい敵が出てくる。あとは、これの、初めて見る方への、まあ、特徴の説明として、とにかく、まず、ダメージを食らった時の動き。これ、魔界村も共通なんですけど、ダメージを食らった時に、ボンって一定の跳ね方をするんですね。で、これがやっぱり難しい。ダメージを食らったら無敵になるわけじゃなく、まあ、厳密に無敵なんですけど、あ、今みたいに、ブインって、一定の距離跳ねちゃう。あれがね、あれのせいでね、ダメージの制御がもう、めっちゃきついんですよ、姿勢制御が。で、落とされる、はまる、そういう悲しいことが起きます。ハメみたいな状態になったりとかね。ダメージを食らう向きもすごい大事で、前から食らうと後ろに吹き飛ぶし、後ろから食らうと前に吹き飛ぶんですけど、その吹き飛ぶ向き次第で落ちたりとか、あと結構狭い足場が、これぐらいの狭い足場が割と多くなってくるんです、後半ね。この狭い足場のところでこういうこと、こういうこと。ここで今当たると、そのまま土俵際にうっちゃり食らうって感じですね。はい。まあ、落下死が多い。かなり落下死が多いゲームだと思います。ダメージもかな、あの、まあまあ強いんですけど、ダメージ強いというか痛いんですけど、それよりも落下死の方が多いかな。ダメージ死よりも。結局、食らいながら落下死ってことなんですけどね。ダメージ食らいながらの落下死がすごく多いです。
はしごに、はしごにへばりつけない。こういうの難しいんですよね。こういうのも微妙な操作が難しいんですよ。あとこういう仕掛けが、あとこのこういう無限の湧き方ね、無限に湧いてくるこの敵、これ無敵状態です。まあ、あのめちゃくちゃ練習したらノーコンテいけるかもわからないですけど、まあ、そこまではやろうとは思ってないです今のところは。これもうきつい、きついな、こいつ。あのマリオでいうハンマーブロスみたいな動きですけど、あれしんどいんですよ。でこれが最強の必殺技で、このぐるぐるってやるよりのが、でこれやるとボスにももうすごい強いんですけど、あえてこれは使わない、ボスにはね。これをボスに使うと一撃で倒せちゃうんですけど、まあ、全然面白くないので、それは嫌いというか、あえてボスにはあれは封印していきます。もう早速一気死にました。なんとか一気というか、この危な、落ちてなかった、危ね。ああいうラッキーも起こりますね。もうあれね、もっと狭いところがあるんです、後半。むちゃくちゃ狭いところがあるんですよ。ひどいやろっていうレベルの、もう必殺技をふんだんに使ってって、危な、 OK、 ってかボスかな。序盤のボスは弱いです、正直。もう、ゴリ押しで全然いけちゃうレベルです。ブイーンって跳ね返ってますけど、痛い。ゴリ押しでいけますね。はい、OK。さあまたストーリーが始まった。魔神像、魔神像みたいなのが、邪神像か、それがまあ結構ポイントなんですよね、ストーリー的には。あんま僕入ってきてないですけど、あんまり入ってきてないですけど、生放送やってた時はまあいろいろ難しいゲームなんで、もう途中からはプレイの方に必死になっちゃって、余計話が入ってこないというね。はい。まあ、この時点で僕、うすうす感じついてるんですよ。まあ、皆さんも勘のいい方は分かると思いますけど、まあ、親父を殺された人に復讐みたいな感じから始まるんですけど、まあ、親父多分死んでないんやろうな。で、親父と戦うんやろうな、みたいな感じが、うっすらなんとなく、自分の中ではこの時点で思ってました。はい。で、まあまあ、邪神像という、なんかよくわからないものが出てきて、それを探しに行く、みたいな感じかな。はい。これですね。エイリアンみたいな。はい。邪神像には一日で一大国を滅ぼすほどの恐るべき邪神の呪力が封じられる。まあ確かにね、これね、あながちね、ゲーム内の言葉、でもないんですよ、これ。この、こいつのせいで僕、1日というか、まあ厳密に言うと6時間ぐらいで、クリアできなかったんで、初回。本当に泣きそうになりましたけどね。で、まあ諦めるつもりは全然なかったんですけど、もうちょっと6時間で、時間切れになっちゃって。で、改めて次の日に生放送をもう一度挑んだという感じですね。はい。で、今日ですけどね、今日挑んで、で、それ終わりで今撮影してます。なぜかすぐ盗まれるというね。なぜかすぐ盗まれる。はい。よくわからない。こんな大事なものやのに、どうしてんっていう。はい。では、パート1。終了したいと思います。パート2は3面、4面といきたいと思いますので、はい。
続きまして動画移動お願いします。